こんにちは、皆さん。明日、引っ越し屋さんが来る日です。なんで今日が最後のパッキングの日なんだけど、でも明日荷物を送っても3日間はまだこの家に住むから、その箱に詰めてハワイに行って2ヶ月ぐらいかかっちゃう者たちと、あと私たちと一緒にハワイに行って、ハワイに着いてすぐ使いたい者たちと、あとここの家に住んで最後の最後の日まで使って捨てる者たちと、ごっちゃ混ぜの感じになってるんだけど、ここが私と旦那の一応寝室だったところで、空港に持っていくのがこのスーツケースと、あの2つと、あとこの小さいのと、これと、あとこれなんだけど、中身は見せないんだけど、このスーツケースは何が起きたかというとですね、私が私のハワイにお友達が住んでるんだけど、そのお友達のお家にハワイに着いてすぐに必要なものだから、マットレスとかブランケットとか、あとあの食器とか、なんかそういうのを私のお友達のお家に送らせてもらってて、で私たちが着いてすぐ、彼女たちがうちの家に持ってきてくれるっていう話になってたんだけど、私のこのおっちょこちょいなアホの性格が何回も何回も確認したと思ってたのに、このテクノロジーのパソコンのあれのなんかやつで、その行くはず、私の友達、ハワイに住んでる友達の家に行くはずだったものが私の家に届いちゃって、でこの子たちはそのブランケットとかシーツ、ベッドシーツとかが入ってるわけなんです、このスーツケース1個分だから、これ本当は空のはずだったのに、私の失敗のせいでこのもう一個ね、こうやって埋まっちゃったんだけど、でもこれでもスーツケースこれ以上買わなくて良さそうだったから、すごい良かったと思って、そうで、あとはなんか私の美容、私のハサミ、髪の毛切るハサミとか、あとキャメロン と、うちの旦那の髪切る時に使うクリッパーとか、そういうのが入ってたりとかするわけですよ。あと私のメイクアップパレットがバボーにこうくるまれて入ってたりとかで、この2つはキャリーオンとして、私たちと一緒に行きます。飛行機の中にで、これはこの長袖が入ってたりとか、赤ちゃんのキャリアが入ってたりとか、まあ、おむつとかそういうのを入れていく感じになるんだけど、これも一応キャリーオンで持ってて、これは今のところ空なんだよね。これメイクアップの、スーツケースとして使ってるものなんだけど、メイクアップを中身出して、でこのスーツケースだけとりあえず使う予定で、まだ今のところ空。そうで、これはうちの旦那のものが全部入ってるような状況で、でこれとりあえずまだ入れなきゃいけない服たちで、でこっち見ると、こっちの半分は子供たちのものでも埋まってるんだけど、これのみなの、子供たちの服はこれのみ。フローレンス、エディセン、キャメロンみたいな。でこっちの半分は私のもの、私の服が入ってて、本当にこれしか持っていかないわけ、ハワイに。これだけ。送る箱のとかにも服はあんまり入ってなくって、まあ、スカートとかぐらい、スカートが数点とかそんな感じだけど、ほんとこれだけで、子供たちの靴、スニーカーがワンペアずつ入ってるじゃん。でこれは水、プールだね、プールって何、水着とか、なんかなんていうのかな、海で使うようなタオルとか、そういうのがここには入ってるのね。そうじゃん。でこっちに私のメイクアップとか、ラッシュエクステンションのものとかが入ってて、特にこれ見てもらうと分かるんだけど、これとかリップスティックなんだけど、引っ越し屋さんで送るやつはさ、船で行くから
溶けちゃうかもしれないのね、熱くなっちゃって。だからそういう溶ける系、コンシーラーとかリップスティックとか、まあ、そういうリキッド系とか、そういうのは私と一緒に、飛行機に乗って移動します。で、これは自分のお客さんのもそうだし、自分のものもスーツケースに入れてっていう感じで、このこれはですね、あの娘が、あのフロアイズラバーって言って、あの床がさ、マグマになっているようのいるのを想像しながら、こう床につかないように移動しなきゃみたいな感じで遊ぶのが好きだから、こういう状態になってるんだけど、これは捨てます。このカウチは最後の最後の日まで使ってで捨てる予定。すっごい汚いから汚いから。で、このテレビ持ってくじゃん。で、この子もすごいね、いろいろ落書きされてたりとか、もうこの取っ手の部分は子供が開けるから取ったんだけど、その取っ手の部分がなくなってたりとかして、あの、まあ、そんな感じだからハワイには持ってかないで、これは多分うちのアパートのゴミのところに置いとけば誰かが絶対持っていくから、まあ、そのつもりでこれは持っていかないけど、テレビは持っていくじゃん。で、あとちょっと汚いんだけど、今あれを椅子にしてるのね。もう椅子がないから。で、このテーブルは持っていきます。ハイチェアは持っていかなくって、あそこにあるベンチ、あのベンチは持っていくじゃん。で、あの子たちはね、ドネーションなんだよ、子供の服なんだけど。で、キッチンはごっちゃごちゃこんな感じになっててごっちゃぐちゃでございます。そう、でもキッチンから持っていくものはこのぐらいの大きさのやつ、このぐらいの、今ねちょっとね立ててる途中だったんだけど、このぐらいの大きさのやつ1個分と、あとこれがもう1個来る感じ。そうで、この今この準備してるのに入れるものは、このお水のタンク、バーキーっていう、汚いのごめんなさいね、このバーキーっていうお水のタンクを今こう乾かしてるんだけど、この子たちと、あとこの後ろのミキサーじゃん、あとこの炊飯器が、入るのね、あの子の、あ、この、この箱に。そう。で、もうお米は結構こんぐらい炊いて、この分とこの分お米は炊いて、冷蔵庫に入れて、この家にもう少しちょびっとだけいるから、その間食べれるようにみたいな。そんな感じだから残りも頑張るよ。ボケてない、ボケてるってか、何、何て言うんだっけ、何て言うのこれボケてるっていうの、車の中が暑すぎてカメラの温度が低いからこういう現象が起きてる。皆さん聞いてください、いろいろ忙しいんだけどね、今日これから私、これこの貯金箱があるんだけど、ニューヨーク行った時に買ったんだ、これで。ニュージャージー行った時から貯めてて、で、かなり重いの、かなり重いわけで、これをいくらあるか今日見に行こうと思って、エクスチェンジしに行こうと思って、で、もう開けたんだ、ここはもう開いてるので、こういう感じ、すっごい重いから、まあ期待してね、これをお金エクスチェンジだけこれから行ってすぐ帰ってくる。どうなるかな、どうなるかな、おっす、横にしたら出ちゃうよ。これだ、いけ、キャッシュ、
Coin counting fee 0.10 plus total value。 これあれだね、手数料だね。手数料をこんぐらい取るよって言ってんのね。 OK、 大きい、ここに入れてと書いてありますよ。このぐらいで止まってる。これ70ドルにしたいね。自分のクォーターパス。日本の1円が出てきた。あれ、日本の10円とかも出てきたよ。あとカナダのコインとか。何これ、なんかどっかタイのコインとか出てきたよ。ウケんだけど。これ韓国のお金が出てきた。あ、70ドルいきましたね。 OK、 これ全部で70ドルになったよ。 OK、 I'm done。 Please wait for printing to finish。 OK、 OK、これで、これをカスタマーサービス。ハロー、変えてくれてる。Oh my god!This is exciting! ちょっと待って。どこで行ったレシート。あは!皆さん驚きよ。70ドルと21セントだって。イエーイ!すごくない?超嬉しい。なんかね、アメリカ人って結構コイン使わなくって、旅行行った人分かると思うんだけど、あと住んでる人とかもすごい分かると思うんだけど、日本って100円玉とか500円玉とかすごい見るたび、おーイエーイみたいな感じじゃないですか。なんか、あー100円でなんか買えるみたいな、なんか価値があるけど、なんかこっちってカードをそのまま持ち歩くか、もしくはお札だけ、20ドルの札だ、札とか、あと10ドルとかを持って、で、なんか払うと、その、
お釣りが来るじゃないですか。そのお釣りをポケットに入れてそのままとか、なんかお財布にこの小銭を入れるところがついてない、売られてるお財布はほとんどあの小銭入れる場所がついてなかったりとかで、なんかアメリカはあまりそのなんていうのかな、小銭に対して無視、なんかなんていうのかな、気にもしないみたいな、なんかあるんだけどないみたいな存在みたいな、だから結構そうなのね。で、私もこっち引っ越してきて、なんかあんまりその小銭に対してみんな意識がないっていうか、感謝してない人もいるし、なんか、そうなんだよ。でね、なんか、結構ポケットにいっぱい入ってたりとか、そのお釣りをポケットに入れたまま忘れちゃったりとか、あとみんな家の中の、なんかどっかに絶対にその、引き出しみたいのがあって、そのなんていうのかな、なんかいろんなものを入れるような引き出しがあるはずなので、うちはキッチンの一番上の引き出しがいつもそういう感じになってて、ペンとか、なんか鍵とか、あとなんだろうかな、なんかのパーツ、なんかおもちゃのパーツだけどどこから来たかわかんないとか、なんかそういう仲間さ探してるけど、でもとりあえず迷子ちゃんとか、なんかそういう感じのおもちゃとか服のボタンとか、なんかそういうねものが詰まってる引き出しがあるんだけど、そこにコインがそのなんていうのかな、お部屋に落ちてたりとか、なんか家の中で見つかったりとか、あとポケットに入ったりとか、そこにコインが入ってたわけで、それを見つけてはあの貯金箱に入れて、であとなんだろう、ほんと家の中に落ちてたりとか、なんか見つけてはほんとあの貯金箱に入れてきたわけよ。ニュージャージーいた時からずっと。それでこれから海をさ、越えて引っ越しだから、もうこんなん持っていけない、重すぎて。だから、エクスチェンジしようつって持ってきたらこんなになりました。嬉しい。これはキャメロンに話さないと。ちなみにね、お札が入ってて、10ドルと1ドル札が入ってたから、11ドル貯金箱にも入ってたことになるから、それを足すと81ドル何セントになるんじゃん。すごいよね。ちょっとハワイに行ったらあれよ、また顎が喋ってる、私カメラアングルがダメだね。ハワイに行ったらまたやろう、これ貯金。あー、かわいいこれ。さよならだよ。 OKOkay, Dad? Yes, Mom? You gonna help me out? What's up? Ah! Dad! Oh, shoot. Sorry. このラベンダー超いい匂いがする。I can take these off. Let me just toss it in the trash. Yeah, you can. これはユーカリです。これもね、いい匂いがするんだよ。smells so good. Here. YouTube のビデオとかを見て、キーウエスト行った時のやつ、去年キーウエスト行ったやつとか見て、エディソンが小さくってさ、フローレンスも小さくって、あ、懐かしいと思って見てた。で、ポッドキャスト やらせてもらって、エミコさんと話したのとか、ビデオなのでなんかいろいろ喋ってたから、そういうのを思い出して、ああ懐かしいと思って、それで政治炊いて、匂いがね、いい匂いなんだよね。私なんかこう気持ち的にさ、こう現れるというか、だから
寝ないといけないんだけど、もう1時になっちゃうから。いやーちょっとさ、引っ越しだよ。なんかいろいろ考えさせられますよね。2012年にキャメロンがまだ3ヶ月の時に横須賀から神奈川県の横須賀市からニュージャージーに行ったんで、でそこに7年住んでたのかな。でバージニアに移動して1年と1ヶ月か、まあ、1年だよね。で次ハワイなんだよね。なんかニュージャージーいた間もう7年もいたから、もういた間はもう旅行といっても飛行機で飛ぶ旅行はまあ日本に1回帰ったりとか旦那の実家に行ったりとかはしたけど、そのニュージャージーサイド、イーストサイド、アメリカの、この日本側の海岸じゃなくって反対側だから、そこは全部旅行で行ったんだよね。カナダのナイアガラから下のフロリダのキーウェストまで全部の州行ったし、そういうとこ良かったよね。なんかそうやって考えるとさ、私メインランドから離れるわけじゃんか。で私は今のところ帰ってくる予定はないから、メインランドに。だからこの先はハワイ生活になるんだけど、なんかまた新しい始まりだよね。なんかすごいよね。なんかさ、今年になって2020年になってもうすごいじゃん。なんかねえ、いろんなことが起こっててさ、で私の生活にもものすごく影響したけど、コロナとかもあってさ、なんかいろんな人の生活が変わってきてて、まあ、私たちの生活ももちろんそれで変わったんだけど、なんかね、この間うちの姉と電話してたんだけどさ、話してたわけ、うちのお姉ちゃんと。なんかもうこの先はね、柔軟性を持ってこう目の前に起こることとか、この先起こることに対して柔軟性を持って対応していかないとやっていけないよねみたいな。今までの生き方、今までみんながやってきた生き方、私たちの両親とか私たちのおじいちゃんおばあちゃんの時代からずっとこう受け継がれてきたさ、生活の仕方だとか考え方とか、なんかそういうのが全てもうこの先の将来、いいものこう受け継いできて、いいものは残っていくけど、良くなかったものはもう今私たちの世代で捨てていかないと、変えていかないとダメだよねみたいなっていう話をしててさ、なんかその例えば こうじゃなきゃダメみたいな考え方をもう捨てて、この目の前に起きたことに対して柔軟性を持って対応していくみたいな。でうちのさ息子がこう起き始めたんだけど今なんかそう、あと物がやっぱり私はね、こんまりさんの本を読んですごい、その読んだ後にこの引っ越しがあったから、すごい物を捨てられたんですよ。ですごい良かったね。だからすっごいおすすめ、あの本読むと、なんか物なんてっていう
fall. 一番ね、引っ越しの準備をしているときに、私の頭にいつもこう、こうなんていうの、思い浮かぶっていうか、その本のな、本の内容で思い浮かぶのが、2年以上使ってないものはこの先も使わないからっていうやつで、そうやって考えるとさ、これはいつか使うから、これはね、誰かの結婚式で着るとかさ、なんかこれは何、誰々がくれたからとか取っとくとか、そんな感じで持ってても、2年以上使わないんであれば、その先絶対使わないんだよ。でも本当そうなんだよね。本当稀に、本当稀にあるかもしれないけど、でも大体使わない。でもその時はもう時代のあれで、ずっと取っておいたはいいくって、出番は来たけどデザインが古いとかさ、それだったら新しく20ドル出して新しいの買えるとか、そうなんだよね。そうだから、そうやって考えてバン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 物捨てられたら、本当自分のさ持ってた服なんて本当にスーツケースの半分に入るぐらいになっちゃって、んで、そのなんていうの、ダンボールに入れて送る分もあるけど、超少ない。本当にスカート、自分のお気に入りのスカート数点とか、そんぐらい。まあ、もうハワイに行くんだったらジャケットとかもいらないから、まあそれで結構冬服とかさ処分できたんだけど、本当にね、物に依存せずに生きれたら、その物に依存するエネルギーを他に使う。なんかさ、中にはさ、もうホルダーでお家に物がいっぱいでさ、なんかこう片っ端からこれは誰々からもらったもの、これは何々があったら着るものとか、これはいつか使うからとか言って取っといてるものが、ものすっごい家を埋め尽くしててみたいな、それって良くないよね。そういうエネルギーを物に使うんだったら、もう違うのにそのエネルギーを投資した方がいいというか。だから本当こんまりさんの本読んでよかったと思うし、そうだからすっげー断捨離すごいできた。でだからうちの旦那がまだ読んでないからね、こう荷物パッキングしてる時とかに、それいらねえだろみたいな結構あったんだけど、うちの旦那はイエーって言ってて、こんまりさんのその2年以上使ってないものはもうこの先も使わないんだよとか言うと、なんか彼の頭の中でピーンってこうなっちゃうの、こう知らなかったことの情報が入ったみたいで、ティーンって、お言われてみればそうだなとか言ってて、で、まあ、役立ったりとかしたみたいだけどね。彼にも本を読んでほしいから、もちろんハワイ持ってくんだけど、その本そう、本当物はこの先やっぱりね、必要なものだけが一番いいよ。それがやっぱりほら、エコにもつながるしね。うん、で無駄なものを作らないとかさ、無駄なものを買わないとかいうのが、作っている側を救うことにもなるわけじゃんか。なんかその安い給料で雇われてみたいなね、そういうのとかもそうだしさ、あとアンダーエイジの子供たちが仕事をしなきゃいけない、キャメロンにいつも言うわけ。なんかいろいろさ文句とか言うと、世の中にはあんたと同い年の子が家族のために朝から晩までお仕事して、それだけど自分の欲しいもの買えないこととかある世の中なんだからみたいなね。だからわがまま言うんじゃないよっていうふうに言うんだけど、でも本当に現実でさ、そうやって
ね、すっごい若い子とかがさ、家族のために仕事をしなきゃいけないから学校にも行けなくって、朝から夜まで仕事してみたいな、でそれで作ったものがほら、なんていうの、大量生産に作られてみたいなね感じじゃない。だからさ、そういうのとかもこう辿っていくとそういうところにたどり着くんだけど、やっぱりなんていうかな、自分が一番欲しいものとか自分が一番必要なものっていうだけを集めて、で生活すれば、世の中絶対うまくいくんだよね。とかさ、だから、今手放していくんだけど、たくさんのものをこっちで手放していくんだけど、こっちでね手放していくものは結構あるんだけど、新しいところに行ってやっぱり必要なものっていうのは出てくるわけじゃないですか。でそういうものはもう本当に自分が欲しいものだけ、自分が必要なものだけ、なんかそうやって厳選されたものだけを持ってさ、で何か起きたらそれだけを持って移動できるみたいな、そういうね、やっぱり、時代なんですよ、この先皆さん。もうね、これも欲しい、あれも欲しいって言って、コレクションみたいに全部集めて、で、それを家にずっとホールドしておくっていう時代じゃなくって、本当に必要なものだけ。まあね、私ミニマリストにはなれないとは思うんだけど、子供を理由に、子供がいるから、やっぱり物は持ってなきゃじゃんみたいなそうだから、ミニマリストになるのもちょっと難しいけど、ミニマリストさんたちの言ってることが分かるし、まあ最終的には全部地球につながっていくんだけど、でね、うちの姉ちゃんと喋ったわけよ。物はない方がいいねって言って、まあ特にうちの姉もそうだけど、私もそうだけど、引っ越しを結構繰り返してきてるお家だから、その旦那さんの仕事上だから、どうしても物は少なめが一番いいんだけど、そう、それでね、物は少ない方がいいよねこの先って言って、この先はもう昔みたいな考え方には戻れない時代になってくるからとか言って、そう喋ってたわけ。そう、そんな感じですよ皆さん。もう1時になるんだけどさ、私寝るわ。明日ね、11時ごろ伺いますって言われたの。あのね、黒猫ヤマトさんの人たち、DC の本店から来てくれるんだけど、みんな日本語、ね、日本人の人なんだよね。この今うちにある段ボールとかを持ってきてくれた子はハーフの子だったんだけど、日本語しっかり喋ってくれて、お礼とかもしてくれて、うわー懐かしい、日本にいるみたいと思って、すごい丁寧と思って、でそのやっぱりアメリカの店舗とは言えど、やっぱりそういうやり方とか、全部日本式だからすっげー楽しみました。超楽しみ。ビデオ撮れたら撮りますん で皆さんおやすみなさい。私は寝ます。緊張するマジ。じゃあね、バイ、グッドナイト。